3レース、2着になりました、森澤太選手です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。最初ですね、スタート争いありまして、7番手からなりましたけども、作戦はどうだったでしょうか。そうですね、できたら前が取れたら前からだったんですけど、はい、ちょっと取れなかったので後ろから、はい、しっかり回しで組み立ててくれてますでしたね。はい、佐々木選手と、森澤選手が、一緒に行ったところなんですけども、そこら辺は、スピード感とかどうでしたか。しっかり切ってくれたし、はい、あとは粘られるかなと思って引いてくれたんで、はい、京平君がしっかりペースになってくれて良かったですね。やっぱり中段がその後もつれたっていうのも大きく。そうですね、京平君だいぶこう自分のペースでしっかり踏めてたんで、はい、僕らにとってはいいと思いました。最後直線抜きに行かれたとは思うんですけども、どうでしたか。いや、実際ちょっともうバックら辺でもう足に来ちゃってて抜ける感じはなかったんで、もちろん抜きにはいってるんですけど、2着もしっかり確保して、大森さんの着もしっかり考えながら、あれが限界ですね。やっぱりそれは前走の落車のイメージがちょっとあるのか、また違うところであったのかっていうのはどうですか。もちろん前走の落車の影響もありましたけど、それよりも、最近の調子と力のなさが、出てるかなという感じです。この後はケアを中心的な感じですね。セッティングは触ったりもされますか。そうですね、自転車もいじるし、しっかり体のケアもして、はい、少しでも調子が上向くようにやりたいと思います。わかりました。ではまだ5日間ありますけども、意気込みをよろしくお願いします。はい、いっそいっそ精一杯頑張ります。応援してください。